ありがちぜんむ。さあ今回は女がじゅわっとするときにありがちなことをじゅわってどこが。ただすみません、行ってみよう。残業きつい。もうなんで帰り際の私に言うのよ、あの変態上司。ガチャ。誰か来た。てかこんな夜遅くに、まさか幽霊。あれ、ガチコちゃん残業。あ、この声はカーン、アリオ先輩だ。じゅわ、こんな遅くまで珍しいね。あ、いや、ちょっと仕事頼まれまして。じゃあ俺も手伝うよ。いやいや、そんなこんな量一人で任せるわけにはいかないよ。じゃあこの資料をもらうよ。なあ、アリオさん。うん、ぬっき。じゅわ。実際。え、どうしたガチコちゃん。ガチコ目線。どうしたガチコ、触りたいのかい。触りたいです。何よ。男性の腕の筋肉や血管を見るとじゅわっとしちゃいがち。ありがとう、いいうずきです。大谷さんみたいに言うな。よし、この様子だと日付が変わる前に終わりそうだな。はい、そうですね。本当ありがとうございます。ガチコちゃんが頑張ったからだよ。あ、ガチコちゃん、よければこの後飲みに行かないか。おごるよ。え、二人でですか。え、嫌だった。マジか、二人で飲み会。じゅわっということはその後、そういうところに行っちゃう可能性が。おい、ガチコちゃん。実際、二人で打ち上げ行こうぜ。ガチコ目線。もうここで、襲っちゃうぞ。ガチコちゃん、なんか耳にフィルターついてないか。頭の中でピンクな妄想をしてジュワーとしてしまいがち。でも今ジュワーとしてしまいました。じゃあ今日はありがとうガチコちゃん、またね。はい、ごちそうさまでした。だね。はぁ、というわけで何もなかった。ただ飲んだだけだった。でもあ、有吉先輩、ビール入れますよ。ああ、いいよ、自分で入れる。うわ、おっと、ごめんごめん、触れちゃって。ジュワー。え、ガチコちゃん。おい、ガチコちゃん。あの手が触れた瞬間はやばかった。もうやばかった。何がとは言わないけど、ものすごくうずいた。ガチコちゃん。わあ、アリオ先輩。まったく、ぼーっとしてたら危ないよ。間に合ってよかった。あ、頭を打ったかもしれない。病院に行こう。男性とふとした時に手が当たるとじゅわっとなりがち。イケメン限定だから。そういえば、昨日放送したドラマの見逃し配信見ないと。ダガネ男子の国枝くんが出てるんだよな。ウィーン。みさき。たかしくん。わー、おいおいおい、チュッチュしてるね。わー、そんなところまでチュッチュするの。そんなところまでチュッチュ。わー、もはやそういうビデオみたいになってきた。こんなのを全国ネットで全国の女が見せつけられたら、日本中でジュワッと警報が出ちゃうじゃないか。どんな警報やな。推しの俳優やアイドルのキスシーンを見て、ジュワッとなりがち。この辺は男も女も変わんなさそうだな。おはようございます。ん、あれ、アリオ先輩まだ来てないのか。いつもだったらこの時間出社してるのに、どこにいるんだろう。ん、あ、アリオ先輩いた。っていうか誰かに迫られてる。 おい待てって。待ちません。いや、だから俺忙しいんだよ。そうやって何度俺の飲みの誘いを断ったんすか。もう逃がしませんよ。ごめんて。今夜こそ一緒に行ってもらいますよ。はい。何そのBL的な展開、私の大好物。こんなのジュワルに決まってるじゃない。ジュワ、日常生活で自分の好きな癖に遭遇するとジュワッとしがち。ジュワルという信号が出てきた。なあガチコちゃん、昼にハンバーガー食べに行かないか。え、二人でですか。うん、そうだけど、いや。いや、そんなわけないじゃないですか。ジュワります。あ、行きます。え、うん、よかった。じゃあ行こう。昼食。うん、やっぱここのハンバーガー美味しいな。うん、そうですね。また二人で食事、幸せだ。うん、でもちょっと食べにくいのが難点だな。手にいっぱいソースついちゃった。ウィッ。実際。はん、ガチコ目線。こんなに汚しちゃって。シュワ。え、ガチコちゃん。先輩、私もたくさんついちゃいました。どうぞ。自分で取れ。ピチャッという音を聞いてジュワらないわけがないがち。じゃあ俺が舐めとってやる。ねえガチコ、今日みんなでランチに行かない。行きたくないと言えば嘘になります。めんどくさ、私だけで行くわ。ああ、ごめんごめん、冗談よ。行こう行こう。せーへんが。あ、そういえばガチコ、あんたさ、よかったじゃないの。え、何が。アリオ先輩、今彼女いないらしいよ。え、何、どうしたの。ちょっとトイレ行ってくる。つかぬことをお伺いしますが、用を足すのよね。もちろん。おー、なります。言うな、そこ伸ばしてもダメなもんはダメよ。好きな人に恋人がいないことを知るとじわることがありがち。うん、やっぱり生物の本能なんですかね。いいこと聞いちゃった。ハリオさん、彼女いないんだ。うひょー、とっとっと、危ない危ない。またじわるところだったわ。ああ、そろそろ仕事戻らないとな。ふいふいふい。え、ああ、おっと、いった。あ、ごめんごめん、無駄に手振っちゃってたよ。大丈夫、痛くないって、あれ、ガチコちゃん。
え、そこが痛いの？え、当たったの手だよな。そこじゃないよな。手ですよ。ああ、よかった。でも、え、ここも当然です。どういうこと？不意に触れられるだけでもじわっとしてしまいがち。おい、いいのか？直接触られたらどうなるんだ。ガチコちゃん、腹減らない？そうですね、外回り結構歩きましたからね。お、ガチコちゃん、ここ行かないかい？アリオ先輩、さすがに仕事中はダメですよ。いや、そっちじゃねえわ。ややこしいところに店あるな、もう。あ、こっちか。なんだ。あと一応突っ込むけど、仕事中以外だったらいいの？さて、ラーメン食べに行きましょう。お腹減った。おー、ちょっと待って、俺も食後。グッタグッタ。美味しかったですね。そうだね、久しぶりに食ったよ。でもなんかラーメン食ったら熱くなってきたな。もうこれ脱いじゃおっと。なによいしょっと。え、ガチコちゃん、どうした？いや、別に何もありませんよ。あれ、なんか酔っちゃったかも。ちょっとどこかで休憩したいな。酒飲んでねえだろ、早く行くぞ。はい。いや、こんなのじわらないわけないじゃない。男の人がじんわり汗をかいているところを見るとじわりがち。下の汗をかいてしまうというか。まったく、なんでこんな初歩的なミスをするんだ。集中してないんじゃないのか。すみませんでした、今後気をつけます。まったく、頼むぞ。大事なところでケアレスミスするなんて、私ったらもう。こういうのって結構メンタルにくるよな。はい、どうぞ。あ、私の好きなミルクティー。これ飲んでちょっと落ち着きな。アリオ先輩、虫の居所が悪かったんだろうな。運が悪かったね。私がミスさえしなければ。はい。気にすんなって言ってるだろ。そんなんだとまたミスしちゃうぞ。へんガチコちゃん。頭ポンポン嫌だった。ごめん、調子乗っちゃって。へん。すみません、意識が遠のきそうだったので一度外しました。さあ、続きをどうぞ。あ、はい、ポンポンと。アリオ先輩、え、今日飲みに行きませんか？ああ、いいけど。やった。定番の頭ポンポンはたやすくじわっとしてしまいがち。これは気になっている異性だけだけどな。もうアリオ先輩、飲みすぎですってば。そりゃ仕方ないよ、ガチコちゃんと飲むの楽しいからね。何ですかそれ。あ、そういえば今何時だろう。え、もうこの時間。あちゃー、やっちゃった、もう終電ないよ。ねえ、ガチコちゃん。え、はい。あのさ、よかったらここで休んでいかないか？締めのラーメンですか？いや、そっちじゃないって。だからややこしいところに店あるな、もう。こっちだよ。え、こっちですか？あ、いや、その順序が逆だというか、あの、あれだけど、帰らせたくないというか、もっとあの、俺がもっと楽しみたいというか、あの、一緒にいたいなみたいな感じで。まだそういうことになってないけど、そういうこともいいのかなみたいな。とにかくガチコちゃんをまだ帰らせたくないんだ。すみません、笑っちゃって。なんかいつものアリオ先輩とは違うくて。ああ、そう？そんなに慌てちゃって。こういう可愛いところもあるんですね。可愛いだなんて、そんな。じゃあ、行きましょう。え、本当にいいの？当たり前でしょうが、こっちはもう盛大にじわっとるんじゃ。さあ、行くわよ。いや、ちょっと待って、ガチコちゃん。相手の可愛らしいギャップを知った時にじわっと気がち。うん、楽しんでこい。おはようございます。ああ、おはよう。おはようございます。はい、おはよう。あ、ガチコちゃん。あ、アリオ先輩。ん？昨日はありがとう。あ、いえ、こちらこそ。昨日は楽しかったです。俺も楽しかったよ。また一緒に飲みに行こうね。はい、もちろん。あ、あと、それと。はい。え、腰とか痛くない？大丈夫？ガチコちゃん。腰は大丈夫ですけど、いろいろと大丈夫じゃありません。え、大丈夫じゃない？どこが？ほう、なるほど。うまくいくといいな。最高だった夜を思い出して、もうじゅわじゅわになりがち。いいな、俺もじゅわっとしたいな。だ、すみません。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。コメント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。